2000から2001シーズンの NBA は NBA の55回目のシーズンである。2000年10月31日から始まり、2001年6月15日に全日程が終了した。ケニオン・マーティンが、ニュージャージー・ネッツから全体1位指名を受けた。他にマイク・ミラー、ジャマール・クロフォード、ジョエル・プリシビラ、キー・オン・ドゥーリング、イーカン・トーマス、コートニー・アレクサンダー、 ヒドター・コルー、デズモンド・メイソン、クエンティン・リチャードソン、ジャマール・マグロワー、モリス・ピーターソン、デショー・ン、スティーブンソン、エディ・ハウス、エドアルド・ナヘラ、マイケル・レッド、ブライアン・カーディナル、ジェイソン・ハートラが NBA 入りを果たした。また、この年のドラフトはリーグ史の中でも有数の不作の年と言われている。オールスターには、ケイ・マーティン、ジェイ・マグロワー、 エムレットの3人が選出されている。ドラフト外選手にはマリック・アレンなどがいる。詳細は2000年の NBA ドラフトを参照。リケンベム・トンボは2年連続2度目のリバウンド王。ジェイソン・キットは3年連続3度目のアシスト王。セブンティー・シクサーズが主要部門4冠を達成し、またイースタンのチームが主要6部門を独占した。クリス・ウェバーは初のファーストチーム入り。 トレーシー・マグレディ、ダーク・ノビツキー、レイ・アレンは初のオール・ NBA チーム入り。ダグ・クリスティ、ブルース・ボーエンは初のディフェンスチーム入り。ファイナルは1983年以来の大阪入り先を狙うフィラデルフィア・セブンティー・シクサーズと2連覇を目指すロサンゼルス・レイカーズの対決となった。セブンティー・シクサーズが最後にファイナルに進出した年の相手も、 レイカーズで4戦全勝で優勝した。1983年当時、セブンティー・シクサーズのセンター、モーゼス・マローンは、プレーオフに臨むにあたり、プレーオフ12戦全勝による優勝を約束する、FOFOFO という有名な言葉を残している。実際は、カンファレンス決勝でいっぱいを喫したため、FO5FO だったが、このシーズンはレイカーズが、 ここまで12戦全勝できているため、レイカーズがマローンの残した言葉を実現するのではないかと予想された。両チームともレギュラーシーズンの勝率が同じ56勝26敗である。このバイホームコートアドバンテージはレギュラーシーズンの両チーム同士の対戦成績で決まるが、これも1勝1敗だった。次の手順である。 相手カンファレンスのチームに対する勝率でようやく決し、レイカーズがホームコートアドバンテージを得た。西のナみいる強豪を圧倒してきたレイカーズが対照的に苦労して勝ち上がってきたセブンティーシクサーズの前にまさかの敗戦を喫し、早くも FOFOFO FO FO の夢は絶たれた。試合は前半だけで30得点を記録したアレン・アイバーソンの活躍で、 セブンティー・シクサーズが6点リードで試合を折り返し、後半に入っても、セブンティー・シクサーズの優勢が続いたが、リケンベム・トンボのファウルトラブルをきっかけに、シャキール・オニールが連続8得点を挙げるなどレイカーズが反撃に打って、で、2点差まで追い上げて、第4球を迎えた。第4球に入ると、再びセブンティー・シクサーズがリードを広げるが、 ここまでセブンティーシクサーズを牽引してきたアイバーソンに対しレイカーズの控え BG のタイロン・ルーが見事なディフェンスを見せて得点を封じた。これを機にレイカーズが再び反撃を開始し残り時間2分を切ってオニールのダンクで94から92とレイカーズがついに逆転するがすぐにエリックスノーに返され94から94の同点で オーバータイムに突入した。オーバータイムではレイカーズがオニールとコービー・ブライアントンの得点で先制するが、セブンティー・シクサーズはラジャベルのレイアップ、アイバーソンの 3P シュートで逆転すると、スノーがダメ押しのランニングショットを決め、107対101でセブンティー・シクサーズが敵地での貴重な一勝を挙げた。レイカーズはオニールが44得点20リバウンドと、 驚異的な数字を残すが、ハック・アシャックを仕掛けられ、フリースローは10、22に終わった。これでレイカーズは、レギュラーシーズンから続く19連勝にストップがかかった。プレーオフを全勝で勝ち上がった1989年、当時のレイカーズは、ファイナル第一戦で、デトロイト・ピストンズに敗れると、そのまま3連敗を喫して、優勝を逃している。レイカーズは、 第一戦で不調だったコービー・ブライアントがチームを牽引するのに対し、セブンティー・シクサーズのアレン・アイバーソンは、レイカーズの厳しいディフェンスの前にシュートが決まらず、この日は FG10-29 に終わった。試合は、レイカーズペースで進んだが、第4球にはセブンティー・シクサーズが猛反撃を見せ、残り2分20秒には、エリック・スノーのレイアップで86から89の3点差まで追い上げた。 しかしデレック、フィッシャーの 3P シュートで点差を広げられるとここで力、月、レイカーズが9点差をつけて勝利し、シリーズを1勝1敗のタイに戻した。レイカーズはブライアントがチームハイの31得点。またシャキール・オニールは29得点20リバウンド9、アシスト8ブロックと、クアドルプルダブルに迫る成績を残した。一方のセブンティー・シクサーズは、 第一戦で大活躍したアイバーソンが厳しい、ディフェンスの前に沈黙し、フィールドゴールは10、29に終わった。特にセブンティー・シクサーズが猛反撃を見せた、時間帯1 0本のシュートを立て続きにミスしたことが、敗因につながった。故郷フィラデルフィアの市民から、盛大なブーイングで迎えられたコービー・ブライアントが、チーム敗の32得点を挙げて、セブンティー・シクサーズを下す。 試合は55から45のレイカーズリードで後半を迎えたが、シャキール・オニールがファウルトラブルに陥り、第4球残り2分20秒で、ついにファウルアウトとなった。その間セブンティー・シクサーズはアレン・アイバーソンを中心に反撃を試み、オニールがファウルアウトになった時には2点差にまで追い上げていた。最大のチャンスを得たセブンティー・シクサーズは残り1分2秒には、 ついに1点差にまで詰め寄るも、レイカーズのビッグショットロブこと、ロバート・オーリーが勝利を決定づける 3P シュートを決めて、レイカーズが重要な第3戦をものにした。レイカーズは、オニールのファウルトアウト、ブライアントの後半に入っての失調などトラブルに見舞われたが、ロバート・オーリーが第4球だけで12得点を記録し、その穴を埋めた。レイカーズが序盤に得たリードを最後まで守りきり、 このシリーズ初の2桁点差となる14点差をつけて解消した。レイカーズは、シャキール・オニールが34得点14リバウンドを記録したほか、コービー・ブライアントも19得点10リバウンド9、アシストと、準トリプルダブルといえる成績を残した。セブンティー・シクサーズは、レイカーズの厳しいディフェンスの前に苦しみ、アレン・アイバーソンは35得点を挙げたものの、フィールドボール12、 30に終わった。後がなくなったセブンティー・シクサーズはロスターを変更し、アーロン・マッキーに変えてエリック・スノーを先発に据えた。この変更が功を奏したかセブンティー・シクサーズは序盤をコースタートで切ったが、すぐにレイカーズの反撃に合い、3P シュートの集中打を浴びてあっさりと逆転された。後半はレイカーズのリードは広がるばかりで、この日、 成功率70.6%と絶好調だった 3P シュートが次々とセブンティーシクサーズのゴールを襲った第4球に入るとこの日最大の19点差にまで広がるがここからセブンティーシクサーズの猛反撃が始まり残り1分14秒には7点差にまで詰め寄ったが一度ついた大差を覆すには至らずレイカーズが108から96で勝利しファイナル連覇を決めた レイカーズは2枚看板のシャキール・オニールが29得点13、リバウンド5ブロック、コービー・ブライアントが26得点12リバウンドを記録したほか、リック・フォックスが20得点、この広っぽんの 3P シュートを決めた、デレック・フィッシャーも18得点を記録した。ファイナル MVP はシリーズ平均33.0得点15.8、リバウンドを記録したシャキール・オニールが、 前期に引き続き選ばれ、2年連続で、ファイナル MVP に輝いた3人目の選手となった。レイカーズが記録した、ポストシーズン15勝1敗は、歴代最高の勝率である。フィラデルフィアセブンティー・シクサーズヘッドコーチ、ラリー・ブラウニアレン・アレガイ・バーソン・ディケン・ベムトンボ、アーロン・マッキー、エリック・スノー、タイロン・ヒル、ジョージ・リンチ、マット・ガイガー、ロドニー・ビュフォード、ジュメイン・ジョーンズ、トット・マッカラー、 ケビン・ウォーリー・ロショー・オンマクロード・ラジャベル・ペペ・サンチェス、アンソニー・ミラー。ありがとうございます。